はい、サイ、沖縄の鈴木です。今回は、この昨日見つけたメサと拠点を結んでいこうと思います。はい、よーね、とりあえず溶岩とかなかったんで、まあ、地下いつもの11の深さまで掘っていって、でそれぐらいまで掘れば途中で溶岩とかね、マグマか、見つけることができるんじゃないかなと、軽く考えております。まあ、とりあえずあの11ぐらいの深さのところに、ブランチマイニング場作っていこうかななんて思ってるわけですね。そうすればね、この先あのダイヤを探すのも、こっちでもダイヤを探すことができるようになるんじゃないかと、まあ、そんなことを考えてます。なければちょっと近くを洞窟を探していこうかな、溶岩がなければね。ということで、まずはね、斜め階段状に掘っていこうと思ってますけど、なかなか11まで行かないんだよな。やっぱりこのなんか山になってるところ、一番上から掘り始めてくっつうのちょっときつかったね。山の下っ側から掘り始めるのがよかったかもしれない。とりあえずあれ夜になっているので、一旦戻って、はい。で、一休みして、で、鉄を作って、はい。この後ね、バケツ作るんで、はい。で、余計なものは、こっちに戻して、これぐらいしか持ってきてなかったからな。はい、もう一回行きます。大丈夫だね、よし。さーてと、ガン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 掘っていこうかな。ガンガン行きますせー。単調な今日は掘ってるだけ動画になりそうな気配がするけど、まあそこはそれで、画面暗いな。とりあえず掘ってるだけなんで、もう少し暗くても許してくださいって。ただ鉄を発見したんで、鉄をゲットしよう。よいしょ。OK。さて、さらにまた下に向かってきますぜ。ひたすらこれも結構疲れるな。よいしょ。今度はあれか。あら、なんかあれ？今のは？これは？はい？はい？レールがあっ、はい？はい、こう？なんかあの、今回のワールド、廃校多くないっすか？これで廃校攻略始めたらまた廃校攻略動画になっちゃうんで、どうしよう と、まあ、とりあえず見なかったことにしておきましょう。見なかったことに、廃校なんて見えません、存在しておりませんと、ただ今マグマがあったのは、まあ、このまま11まで廃校無視して進みます。廃校がまた出てきてしまった。しばらく廃校は、あ、向こうにもマグマがあった。 OK、 11まであとちょっとね。今13か、よし。あ、今13、ここで13。どうしようかな。待って、よし、ここが11か。これは11のとちょっと広めに掘っといて、よし、11まで行ったということで、行った上に戻ろう。廃校なんて見えません、廃校なんて見えません、廃校なんて見えません。あれは廃校じゃない。
そう自分に言い聞かせながら、ふぅ、けど本当にマジでどうしよう。ここで廃校探検はまだ始めたくないので、まあ、やっぱり見なかったことに、はい、とりあえずここでメサで手に入れたブロック系を安全に拠点まで運ぶためのルート作りをネザーでやる、はい、今回のミッションはそれです、はい、なので、まずね鉄がだいぶよしこれぐらいあればもうちょっと鉄作ろう。でこれで溜まった鉄でよいしょ、はい、これでネザーゲート制作開始です。この溜まった鉄をねまずバケツにする。よいしょ、バケツ。よし。で、溶岩を取って、入れて、ちょっとバケツ1個じゃ足りなかったんで、さらに2つ作って、合計3つにして、はい。水を取って、入れて、はい、黒曜石できた。で、隣側にも溶岩入れて、水かけて、はい。で、こっちまた溶岩入れて水かけて、はい、ひたすらこれを繰り返してネザーゲートを作ります、うん。完成ですね。で、こうやってちょっと周りをフェンスで囲って、じゃあ早速中にネザー要塞目の前にあるじゃん。なんか運がいいというか悪いというか、前回向こうからの時はネザー要塞見つけることできなかったのに、なに今回は目の前にネザー要塞ってすっげーよくね。ちょっとねネザー要塞見に行ってきます。ただ微妙にちょっと嫌な予感もするんです。嫌な予感もする。このネザー要塞、前回見つけたネザー要塞だったらどうしよう。なんか松明があそこにあったように見えるんです。なんかあそこだけちょこっと今ポコッと明るかった。ちょっとあそこまで行ってみる。ちょっと穴掘ってよし、通路の中入ってみよう。暗いなあ。あっちまで通路つながってないかな。繋がってないね、こっち側は。下に行きたいわけじゃないから違うし、こっち、あ、ネザーウォート発見。休憩、なんかこれも後で取っとこう。上行けないな。ちょっとどうしよう。どうしようかな。で、どっから、さっき下に降りるとかあったよな。ここから下降りて回り込んでみるとかできないかな。ちょっと行ってみます。あ、やっぱりここにたどり着きました。ルートはほぼできてたね、元から。うん。はい、というわけで、はい、こんな感じでございます。また次回よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。